これね、こうギュッとね、これねちょっとね、あの全体混ぜてくださいね、これね、どうもキュウリ野郎です、カッパです。ということでですね、今回ですね、キュウリをねやっとこうと思うんですけども、やっぱね夏はキュウリですよね。キュウリなのでキュウリをやっていきたいと思います。大丈夫ですかね、最近言葉が出てこない、あの情熱が強すぎて。今日はね、もうネットでよく流行ってるじゃないですか、キュウリ漬け。そのキュウリ漬けの中でめちゃめちゃ簡単にできて、めちゃめちゃ美味しい、キュウリのキュウちゃんにも勝てる、キュウリのリュウちゃん、はい、リュウちゃんって僕のことです、はい、を作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介いきたいと思います。まずキュウリ3本です。キュウリがもうウルバリンです。はい、あと生姜です。10g。 あとは、夏を乗り切る勇気と、まあ、調味料は概要なんです。もう今回はちょっとゲストの方が来ておりますので読んでみたいと思います。ゲストの方お願いします。しっかりして、うん、本当見てても、もうどうしようかと思って。それはもうあれでしょ、あの芸能長いからでしょ。違う芸能目線で見て。違う親戚目線、親戚目線よ。家族目線で。そうよ、家族で。これが全国に200万人にお届けされてしまう。いやいや、俺のチャンネル見てる前だもんだよ。ちょっと今回はなかなかひどかった、ね、なかなかひどかった。ウルバリンの下りは見てられなかった。ウルバリンの下り2回目だった。前もやったから。はい、お姉さん小雪です。よろしくお願いします。はい、ウルバリンです。やめてもう。もう一緒に飲みながらやります。そうですね。はい、ああ、そこで行けない。すごい。本当にウルバリンみたいじゃん。はい。チャンパイ。バイバーイ。夏を感じるね。ですね。夏が過ぎ、風あざめ。誰の憧れにさまよ。さまよ。8月は夢花火。あなたの心は何のよ。酒もよ。酒もよ。はい、はい、じゃあ小雪さんやってってもらっていいですか。はい、僕は飲みます。はい、ここにレシピ書いてある。ちょっともういよいよだよ。あのレンジで作るキュウリのリュウちゃんって書いてある。書いてある。まず切ってもらっていいですか。はい、ヘタ取って、はい、ヘタ取ってはい、ま、輪切り、輪切りで、大体ね、これはね8ミリぐらい、それぐらい、そんぐらい、ちょっとね、もうちょっと太くてもいいかな、それぐらいですね、うん、はい、ちょっとね、こう、少し厚さがあった方がいいんで。なるほどね。そうするとボリッといきます。いいですね、うん、完璧です。はい、共同作業。マヨネーズいらないでしょ。はい、うん、旬のね、うん、旬の夏だからね。そうそう、夏だから、うん、夏野菜、うん、ちょっとリズムが3番になってきたから、もう一本やるわ、うん、情熱の国になってきた。うん、ちょっと俺今日ちょっとテンションおかしいかもしれない。今日やばいね。ここです。はいはい、ここに入れてください。ざっとね、はい、塩もみするんですね。なるほど、うん、水分抜くんですね、うん、抜く水分。ここにね、まあまあまあ、これでいいや。ここに塩ね。ああ、OK。 ほいほい。はい、OKOK。 で、こいつはこうやって、もむ。もむ、うん、じゃあ、ちょっともんどいて。はい、俺は手についた塩でもんでます。ちょっといよいよだよ。こんなもんですか。そうですね。はい、うん、でね、ちょっとね、数分置くんすよ、これ。はい、ここに塩がちょっと溜まってるから、ちょっとこれもで数分置いて、うん、で、そしたら絞る。だからちょっと数分置く間に、はい、他のことやっていくでしょ。ほい、はい、生姜を千切りしてください。千切り。さあ、とりあえずスライスして。おー、いいっすね、バッチリですね。ほい、じゃあ、あと半分は僕がやるんでしょ。飲んでもらって。あ、お願いします。
すごいな、酔わせにかかってるな。いつも俺ばっかり酔ってて、小雪さんがレベル2から変動しないみたいな、あのレベルさ、小雪3以上なったことないでしょ。本当はなってるんだけど、本当はなってる。いや、それ出してないだけじゃん。もともと女優だから、なんかもうね、酔ってない演技するんだよね。してないわ。いや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 、恥ずかしい言い方するのやめて。酔ってない演技するよ。うん、でもなんかペロペロじゃん。でもうん、ペロペロ、あの覚えてないみたいな。こんなん作ったっけって YouTube 見て思うから。お生姜千切りにできました、うん、その容器にね、うん、漬け汁を作っときます。醤油を大さじ4杯入れてください。大さじ4杯、はい、4。おい、酒を大さじ3入れてください。大丈夫かな、ドン重いけど大丈夫かな。1、めっちゃプルプル言って。OK3、3いった。で、大す、で、あと大さじ1杯を小雪に入れてもらってください。大さじ1杯を、はい、そしたら、お酢です。はい、お酢大さじ1杯、大さじ1杯、大さじ1杯、うん、なんか大丈夫だった、大さじ1杯って、大さじ1杯です。はい、おいー、はい、砂糖大さじ3杯、大さじ3、ちょっと拭いた方がいいね。ちょっと拭きましょうか。で、3杯、うん、すり切りで、すり切りで、はい、OK です。お酒もご飯もいけるやつだね。お酒もご飯もいけるね、会話和食っぽい感じの味付けだもんね。そうそうそう、味の素、味の素、味パンダです。天下の宝刀、味パンダです。7振りです。1、2、3、4、5、6、7。はい、生姜、なるほどね、漬けにもう入れちゃうのね。すでにもう入れちゃいます。はい、鷹の爪です。鷹の爪だ、輪切りがいいですね。業務用スーパーで買ってるこれ。はい、鷹の爪だ。2本分ぐらい、はい、これ1本、あ、2本分かな、それむずいよね。こんぐらいです。はい、うん、そんなこんなしているうちにキウリから水分が抜けましたか。水分がね、出てくるんで、ここね、こうギュッとね、うんうんうん、ちょっと力いるから、俺がやってるから、1ギューに対してちょっと1グイ、1ギューしてる。すいません、あんまり煽った感じだと YouTube 削除される。好きで飲んでます。で、ちょっとこうキュッと、うーん、そうすると下にね、ほら、キュウ汁が、あ、キュウ汁、うん、キュウ汁がかなり出てくる。じゃあ、キュウ汁はどこまで出ましたか。結構出てるよ。おー、出てますね。キュウ汁いっぱい出ました、これ。出ましたよ、はい、仕上げはお兄さん、ギュ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 、はいはいね。そして全然出てないっていうね。あの、でもこれぐらいで大丈夫です。わかるかな、あの全体がさ、こうちょっとしんなりしてきたの分かりますか。これでいいんです。漬け汁、漬け汁をあのこう混ぜて、きゅうりを投入、投入。このね、漬けがね、まあ、非常に美味しいんですね。しかもね、鍋で煮たりしないから簡単。これ、ね、ちょっとね、あの全体混ぜてくださいね、馴染ませるためにね。こんな感じですね。はい、で、こいつを、まあ、よく使った段階で、ラップします。はい、はい、で、これ600ワット5分です。あ、チンするんだ。そこチン、へー、あの本当はね、あの一緒に煮たりとかするんだけど、今回は一緒にチンして、漬け込むっていう簡単なやり方です。へー、はい、これでね、きゅうり漬け、めちゃめちゃうまいきゅうり漬けが続けるんで完璧です。はい、はい、この5分間飲んでいきます。ここを取り出していきます。はい、おお。そして、あの こいつをこう、この蒸気で、うん、あの、やけどしちゃうから、ちょっと気をつけて、気をつけて。こいつを、まあまあ、これね、あの加熱するだけなんだけど、うん、一緒に加熱することによって、ここのきゅうりに味がギュッと入るプロセスがね、できたんですよ、この感じで。で、これ粗熱取ってから、粗熱取るっていうのは人肌まで飛ばすってことですね。
なるほど。エアコンあるから、エアコンの風の当たるところに10分ぐらい放置して、あ、暑くないなってなったら冷蔵庫に入れて、だいたいね 2、3時間置いてる。2、3時間置いたらポリポリのサクサクのグビッグビのキュウリです。これを食べるのは 2時間後だと思います。で、はい、その間に料理動画を2本撮ります。待ち遠しいですね。待ち遠しいですね。持つんですかね。持ちます。僕が持ちます。ということで、ただ寝時間立てられなくなったよね。立ってますよ。立つんだ。超です。なあ、じゃあこれを開けるあるよ。はい。あ、夏の香りがしてますね。夏が過ぎ風あざみ。はい。なんかよ、混ざる？このままでもいいんじゃない？このままでいくか。リュウジのリュウちゃん完成です。はい、ということでできました。キュウリのリュウちゃんの待ってました。今一番欲しかったものじゃない？本当にそう。ここで1、2品作ったしね。お酒も済みました。今食べたいものは何ですか？はい、漬物です。ご用意しました。ありがとうございます。いただきます。2時間前に作ったのよ。いただきます。飲めてほしい。本当だね。あの時からね、いろいろおぼついてはなかったけれども。キュウリがジューシーなのが箸で掴んで伝わってくるわ。いただきます。ありがとうございます。生姜と一緒にね。で、めっちゃ生姜効いてるね。これが生姜がいいんです。でさ、結構味付けの時にお砂糖入れたじゃない。お砂糖入れました。だ、甘くなるのかなって思ったの、なんか砂糖醤油みたいな感じで、じゃなくて生姜とお砂糖が合うから。あるじゃん、生姜はさ、ちょっと甘酢漬けとかお砂糖漬け南蛮的なね、うん、ああいう感じ。めちゃめちゃ酒に合う。酒かご飯しか食べちゃいけないですね。これで好きだろうな。大好き。夏に縁側で食べたい味。縁側ね。縁側って最近の人たち分かんのかな。分かるよ、サマーウォーズ見てるもん。あー、サマーウォーズね。おいしい。うまいね。うん、最高に酒なの。なんかいろんな食べ物がある、なんか小鉢にずっと置いときたい。もういつも言うてることは俺と同じだな。まあちょっと今回はあの高松の方だったから、うん、結構ピリ辛だけど、俺はこれぐらいでいいんだけど、辛みが苦手な方はもう全然半分とか3分の1とかでもいいからね。結構あのパンチの効いた味です。お酒に合わせるなら全然あるんだけどね、うん、これ高松目なくてもなくてもうまい、ね、子供さんご飯食べれるおかずになるよね。お茶漬けにしてもいいしね。お茶漬けもいい、冷やし茶漬けとかでもいいね。完璧なんですよ。完璧ということで、はい、今日はあのキュウリリュウちゃんはどうでしたか？いや、めちゃくちゃ美味しかった。なんとあと3本取らなきゃいけないという革命の重大なお金なんですが、ね、俺もう史上最強のレベル5になってしまった。この後のリュウジ本気酔いは小雪んちで交互期待。かっこつってん、猫背がもう、猫もびっくりするんだよ。いや、俺猫なんだよね。だ、猫もびっくりするっつってんだろ。猫なんです。猫になったんだよ。